お前たちの貴重な時間を1秒でも多く奪ってやる。どうも、解説役の霊夢と、メシマセラ以来、聞き役のマリサだぜ。さて、今回は名前は知ってる人が多いけど、実際の内容はあまり知られていない、そんな戦争を紹介しましょう。その名も中東戦争。文字通り中東で起こった戦争で、大きく第1次から第4次まで行われたというものね。かなり有名なものだからマリサも名前は聞いたことあったわよね。でも、中身までは知ってた。いや、確かに名前は知ってたけど、どんな内容だったのかは全く知らないな。極端な話、どことどこが戦って、どこが勝ったのかすら知らない。そうよね、多分どうして起こったのかも知らないでしょ。でもね、そういう人多いと思うのよ。だから今回紹介してみようと思ったの。まあ、そんなに複雑ではなく、結構簡単な戦争の構図なんだけどね。そうなのか。ええ、なら、結構興味あるな。わかりやすく説明してくれ。お、そう言ってくれますか。それなら、そのご要望にお答えして早速話し始めていきましょうかね。ただし、中東戦争は全部で4つあるので、今回はその中の第1次の説明になります。2次以降の動画は順を追って作っていくことにします。ということで早速始めていきましょう。日本にはほとんど馴染みのない砂漠地帯の戦争の話です。はいよ、よろしく。まずは知識を整理するために、中東戦争の簡単な構図から説明しましょう。これは簡単に言うと、ユダヤ VS アラブの戦争なのよ。ということはつまりユダヤ教とイスラム教の戦争ということで、ある一つのことがきっかけで約25年にわたって断続的に行われる戦争が起きることになったの。さて、ここで問題です。そのある一つのこととは何でしょうか？いや、全くわからないな。直接の起爆剤になったのって何なんだ。世界唯一のユダヤ国家イスラエルの建国。もう中東戦争勃発の原因はこれに尽きるわね。これさえなければ民族同士の多少の小競り合いはあっても、大規模な戦争までには至らなかったでしょう。それではなぜイスラエルの建国に問題があったのか。それは三大宗教の聖地がイスラエルが占有することになるエルサレムにあったから。ちなみに、マリサは砂漠の三大宗教が何か言える。うむ、それなら私にもわかるぞ。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教だな。はい、その通り。それならそれぞれの宗教がどうしてエルサレムを聖地と定めているのか、それはわかる。それぞれ重要なものがあるからだろ。嘆きの壁とかそういうのじゃなかったっけ。ええ、それも当たり。マリサが言った嘆きの壁はユダヤ教の聖遺物ね。それでイエス・キリストが処刑されたと言われるゴルゴダの丘にある聖墳墓教会がキリスト教の聖遺物で、嘆きの壁のすぐ近く、かつてソロモン神殿があった丘に建てられたのがイスラム教の聖遺物の岩のドーム。このようにそれぞれ宗教的に重要なものがあるから三大宗教の聖地になっていたの。それなのにユダヤ人が建国宣言をしてここは私たちのものだ。そんなことを言ったら周りは黙っていると思う。それはまずないな。特に近隣諸国の人たちは黙ってないだろう。そう、それで激怒したアラブの人たちが建国宣言早々にイスラエルに攻め込むのよ。これが第一次中東戦争ね。時期は1948年の5月のこと。でも、なんでそんな無理に建国宣言したんだ。そんなことしたら戦争になるのは分かってただろうに。そんなに強大な軍事力を持っていたのか。いえ、中東戦争開戦時のイスラエルの軍備はかなり貧弱よ。戦車も航空機も一機もないわ。そんなんでよく宣戦布告とも同義の建国宣言できたな。今までパレスチナ、これはつまりイスラエルが建国される前の地域名だけど、そこを委任統治していたイギリスが最後の軍隊を引き上げたというのが大きいのよ。それを機に建国は今しかないと思ったのでしょう。そうじゃなくてももうすでに国連でパレスチナ分割案が出た時からパレスチナのアラブ人とユダヤ人は公然と戦闘状態にあったから、思い切りをつけたかったのでしょうね。それで戦争が勃発と。そういうこと。もちろんそれにはイギリスの三枚舌外交とかユダヤ人のシオニズム運動とか色々絡むんだけど、一つ一つ説明していくと変に話が長くなるし複雑かもするからここでは割愛します。中東の問題は背景言ったらキリがないのよ。シンプルな構成でいきましょう。ということで、ここではイギリスが引き上げた後ユダヤ人がイスラエル建国宣言をしたら、怒ったアラブ諸国が攻めてきたと、そう覚えてもらえばいいと思います。なるほど。では、一通りの説明が終わったのであとはこの動画のメインである第一次中東戦争がどのようなものだったのか、その説明をしていくことにしましょう。これは4つある中東戦争の中で一番長い戦争。とは言いつつも、1948年の5月から1949年の2月までだから1年もないくらいなんだけどね。あれ、そうなんだ。中東戦争ってどれも短いんだ。ええ、短いわよ。イスラエルが最も圧勝した第3次が一番短くて、これは1週間もなかったわね。ついで2次、4次が短い順ね。今回紹介する第1次中東戦争は確かに歴代のものでは一番長い期間行われたんだけど、休戦期間は2度あるわね。それで別に名称があって、アラブ側とイスラエル側でそれぞれ呼び名が違うのよ。
アラブ側はパレスチナ戦争と言って、イスラエル側は独立戦争と言ったわね。確かに独立をかけた戦いだもんな。そんなイスラエルにとって祖国の存亡をかけたこの戦いはアラブ諸国の優勢で始まるわ。それもそのはず、周りが全部敵で、自然多方面作戦を強いられたのよ。第一次でのイスラエルとの交戦国はレバノン、シリア、イラク、ヨルダン、エジプトの5カ国。前述したように軍備も揃ってないし、普通に考えれば無理ゲーよね。どう考えても勝ち目ないよな。完全包囲ってこのことだ。でもね、アラブ諸国にも弱点があったのよ。お互いに牽制し合って連携を取れていないというのと、指揮官が実戦経験に乏しい人が多かったということ。あと、これが致命的なんだけど、この時の中東諸国ってどこも旺盛で、そういう人たちの常として現実認識が乏しかったのよ。これらはアラブ諸国の対イスラエル戦に対してかなりの足かせになるわね。でも、それは裏を返せばイスラエルにとっての巧妙になるということで、これあるがゆえにこの神聖国家は潰されずに済むわね。これ以後の中東戦争を見ていけばわかるけど、アラブ諸国が一番イスラエルを滅ぼすチャンスを持っていたのがこの初戦だったから。それぞれの動員兵力は大体どのくらいなんだ。これは見る資料によって当然のばらつきがあるんだけど、イスラエル側が約1万5千だったのに対して、アラブ側は4万ないくらいだったらしい。あら、だいぶ少ないな。もっと動員兵力あるかと思ったら、この当時のイスラエルは人口が約60万だったらしいからこんなものだとして、アラブ諸国はどう考えても少ないわよね。それぞれ内訳を言うと、この当時トランスヨルダンといったヨルダン軍が1万、エジプトが5000、シリアが8000、レバノンが2000、イラクが1万とそんな感じだったらしい。てっきり総合して10万は行くのかと思ったのに。大概の人はそういう予測を立てたみたいなんだけど、実際はその半分もなかったみたいね。イスラエルが建国宣言したのが5月の14日なのね。アラブ諸国はもうその日に宣戦布告して次の日には軍隊を送っていたから、大軍を送るだけの準備が整っていなかったのでしょう。それだけでなく、相手を侮ったっていうのもあるのかもしれないけど、ユダヤ人は経済の民で、戦闘の民ではないからね。周辺諸国で一気に攻めれば楽ちんってか。でも、実際どうなんだ、イスラエルって強かったのか。結果から言うと、かなり強かった。やっと手に入れた自分たちの国を守るっていう意識が強かったのか、士気がものすごく高かったのよ。だから初め苦戦しても、徐々に押し返すわね。これはベトナム戦争の時のベトナムも同じ構図だったわね。イスラエル側でこの戦争で特に活躍したのがパルマッハという突撃隊ね。ハガナーという自警団の中から選抜された再精鋭部隊で、他国の精鋭部隊と違うのは女の人もたくさんいたということ。この人たちがものすごい活躍するわね。ちなみに、対するアラブ諸国軍で最強と言われていた部隊はどこの国の軍隊だったかわかる？どこだろうな。エジプトあたりか。ああ、いい線言ってるわね。確かに精鋭とは言われていたわね。でもね、知らない人聞いたら驚くと思うんだけど、ヨルダンだったのよ。ヨルダン。そう、ヨルダン。そこのアラブ軍団と呼ばれていた部隊が最強と言われていたし、実際かなり強かったわね。現にヨルダンのアラブ軍団は、最重要であるエルサレム攻撃を受け負って半分取るのに成功してるからね。だから第三次中東戦争が終わるまで東側の旧市街はヨルダンのものになるのよ。西側の新市街は抵抗が激しくて落とせなかったんだけど、その代わり内陸部のエルサレムの弱点を見越して補給路を遮断して陸の孤島にし、戦略的にかなり苦しめるわね。これだけのことができたのだから戦術的にも戦略的にもかなり優秀だったでしょう。まあ、グラブ中将というかなり有能な指揮官がいたからこそできた芸当でもあるんだけどね。ちなみに、その物資遮断作戦の一環としてラトルンというところにある警察砦を占拠するのよ。もちろん相手の物資輸送の妨害をする拠点とするためよ。そこは要衝だったからイスラエル側も焦って取り返そうとするんだけど、激戦だったし、戦略的にかなり重要だったから、ここでの戦いは第一次中東戦争では有名ね。それでも取り返せなくて、イスラエル側はビルマロードと名付けた道を作ってなんとか実質的首都のテルアビブから物資をエルサレムに届けるようにするんだけどね。あれ、テルアビブっていうところが実質的な首都なのか。そうよ、そこが実質的な首都であると同時にイスラエルを支えている最重要都市。現に外国の大使館はここに置かれているし、ここの経済力がイスラエルを支えているからね。へえ、そうなのか。知らなかった。エルサレムはイデオロギー的に重要というだけで、経済的には後進地帯だったみたいね。だから後でここを首都にするけど、いろいろ大変だったみたい。意外だな。さて、ヨルダンのことを話したから、あとは残りの国がどんな軍事行動を起こしたのか見ていきましょう。ただし、レバノンとイラクは今回参考にさせていただいた本にあまり情報が載ってなかったからこの部分は割愛します。ということでまずはシリアを。シリアがイスラエルに対して圧倒的に優勢だったのは戦車を持っていたこと。だからその戦車の火力を武器に初めは快進撃を続けていたのだけど、途中から民兵の火炎瓶を使ったゲリラ攻撃を散々受けて進撃が止まるわね。それどころか、軍事的に優勢だったにもかかわらずそのうち撃退されて交代を余儀なくされるのよ。
これ以後も一進一退が続いて基本大きな勝ちも負けも経験しないまま第一次のこの戦争が終わることになるわね。なんだかパッとしないな。そんなこと言ったらヨルダンのアラブ軍団以外どこもそうよ。エジプトもか。エジプトも似たようなものよ。戦車と航空機の支援ありきで2方向から進攻をするんだけど、軍事的に圧倒的に優勢だったにもかかわらず、相手のゲリラ攻撃を変に警戒してすぐに攻撃が頓挫するわね。それ以後戦闘が行われてもシリア同様に一進一退ね。それでも一度目の休戦明けにガザ近郊で行われた戦いは第一次最大の激戦になったらしい。このガザ近郊の要衝ファルジャというところで最終的にエジプト軍は包囲されることになるんだけど、勝ちはしなくても負けもしなくて、頑強に守って終戦まで持っていくわね。それでガザまで続く陸路を残すことになったから、それがこの戦争でのエジプト軍の功績になるかしら。まあ、以上がざっと述べたアラブ諸国軍の軍事活動よ。戦争自体を概観してみると、戦争に不慣れで勝てるものも勝てなかった、という印象を受けるわね。対するイスラエルは士気が高くて、当初こそ熟練度は低かったものの、戦うたびに軍の質を上げていったという印象があるわね。前述したように休戦期間が2度あるんだけど、その休戦期間をうまく利用して戦車とか航空機、あとは大型の火砲をかき集めて、着実に戦力を上げていくわね。まずは戦う心構えが違ったと思う。だからエルサレムの東側は取られたものの、祖国防衛に成功して、戦略的な勝利を得るに至るわね。あれ、ということは第一次中東戦争はイスラエルの勝ちか。そうね、イスラエルの勝ち。華々しい勝利を収めたわけじゃないけど、侵攻してくる敵を撃退して独立を勝ち取ったからイスラエルの勝ち。ただ、当然これでアラブ諸国が納得するわけもなく、これ以後断続的に戦争が続くことになるの。ということで、次は第二次中東戦争を紹介しましょう。動画上がったら良ければ見てみてください。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければ他のチャンネルで歴史グルメと闇の歴史の動画を上げているので見てみてくださいね。あとツイッターもやっているので興味あればピーピングしてみてください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。ヘバナ、グブリーサビラ。